謝罪文が画面でもグダグダないようにファンがぶつ切れ。こんばんルクルク。音楽クリエイターによる盗撮誹謗中傷その他諸々事件に暴露系 YouTuber のコレコレさんがまとめをポストしたので紹介。先日告発した二次三次所属ブッダーなどを対象に盗撮盗聴などの悪質行為をしたミックス氏音楽家の件を簡単にまとめます。告発内容、ミックス氏が所有するレコーディングスタジオに来た二次三次所属ブッダーを盗撮し、第三者にルフ。盗撮画像の中には性的なものも含まれる。この第三者というのもクリエイターや従業員ということで後々問題になりそうですね。レコーディングに来たブッダーの容姿をバカにしたり、使用済みのティッシュを性的対象化、レコーディングに来たブッダーの音声を無断で生放送し複数の活動者に公開、レコーディングに来たクリエイターの飲み物に秘薬を入れて反応を検証するような LINE やり取り。これは立証されるとかなりヤバそうですね。ミックス氏の会社従業員、盗撮した画像がブッダーではなく一般人の可能性や LINE のやり取りも加工されている可能性は、と顔がネット上に公開されていないブッダーをいいことに盗撮画像の人物を一般人扱いし、あくまで二次三次ブッダーへの盗撮行為はしてないと主張するも、盗撮されたブッダーの知人により本人確定。これはやらかした感が大きいですね。素直に弁護士対応で逃げたらよかったのに。音楽家が関わったブッダーの動画が60本以上非公開でファンブチ切れ。これの損害金はどうするんでしょうね。イレギュラーすぎて契約条項にない可能性高いですね。二次三次運営アニコロール株式会社は音楽家に対し刑事告訴を検討中。音楽家iPhone のメモ帳に適当に書いた謝罪文をスクショしたものを投稿、元嫁も謝罪文投稿。ここは後で触れていきますね。以上、コレコレさんのまとめになります。この件が全部本当だとして罪状を考えると、秘密保持義務違反、プライバシー権侵害、名誉信用の毀損、暴行罪、迷惑行為防止条例違反、あとは誹謗中傷はグループの規模ですかね。刑事民事のオンパレード、難しいのがブッダーが訴える時ですね。秘匿申請できるのでしょうか。裁判で身バレパターンもあるだけに慎重になりますね。他の事務所やショールームやリアリティ等で楽曲提供しているので被害者の規模もまだ不明ですね。 LINE で名前が出ていて警察から突然電話も怖いですね。そして問題の謝罪文です。この度私ヤブの過去の LINE 上での問題のある発言や動画の流出が多くの皆様にご不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。私の軽率な行動がこのような事態を引き起こしてしまったことに対し深く反省しております。皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫び申し上げます。本件を深く受け止め真摯に対応させていただきます。誰か確認してあげた。ツッコミどころしかなくて難しいのですが、会社の代表の公式な文章とは思えないですね。ネットからも厳しい声が。なんか軽くないですか。被害者のことにも考えてない。当然許されない。法の裁きを受けて仲間関係吐いて業界から去ってください。なんか今回の件は過去のことで今は全然違う心入れ替えてます的な文章に見えるんだけど気のせい。ファンは納得してないのが 98% ぐらいのリプランでしたね。個人スタジオをやられてる方は多いのでそちらへの影響も大きそうです。業界での噂は聞かなかったですが、知り合いから比較的にリーズナブルで使いやすいと聞いていたので残念です。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ボツルクルクでした。